はい、ポポンプグニャンストリームですということで、今回はですね、アルトさんと和田さんに、日本共産党の畔上美和子、東京都議会議員、江東区選出ですね、江東区の、東京都議の畔上さんにお話を聞きましたということで、これはその昨日から代表質問がね、東京都議会で始まっているということで、本当に新聞ネタになりそうなことをですね、いろいろ喋っていただいているということで、かなり、興味深い話でね、かいつまんでどういう内容かというと、やっぱ豊洲の問題、豊洲をめぐってですね、この千客万来施設っていうね、万葉クラブとの話し合いですね、決裂したかなと思ったら一転してですね、基本合意するっていうね、東京都と、事業者がですね、合意するっていうのがあって、何なんだろうっていうのもありますし、あとはですね、その五輪選手村用地、これ一部では話題になってたんですけども、本来なら1300億円の土地をですね、130億で叩き売ると。選手村用地の後はですね、民間マンションとして、販売するっていうことでね、それの内装とかもですね、税金でやってるという話、何なんだっていうね。あとはその岸記念体育会館の移転問題。これにはですね、いろんな、某政治家が、関わっているというね、それが資料で黒塗りとして出てきたという話も、実際に黒塗りのね、その紙を、畔上さんが見せてくださって説明されているということでね、これ本当に興味深いんでね、聞いていただきたいなと。で、あとはね、そのやっぱその目黒区で起きた、児童虐待事件ですね、亡くなったお子さんがいた事件、どうやったらその解決ができるのかということも、今回東京都議会でもですね、話し合われているということで、かなり、興味深い話で、いろいろちょっとね、お話を聞いて、なんとなく理解していただければなと思いますんで、とりあえず、聞いてください。それでは始めていきたいと思いますね。今日は、なんと、また、東京都庁の中にある、共産党都議団の、こちらは控室の控室、会議室ですね。会議室。会議室を借りさせていただいております。今日はですね、今、出来たてほやほやの、代表質問をされてですね、ちょうど今、2018年第2回定例会が、されているところなんですけれども、代表質問されてきた、日本共産党都議団の、畔上美和子都議に、今日お話を伺いたいということで、来させていただきました。ありがとうございはます。い、よろしくお願いします。畔上さんの方からちょっと、自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。江東区選出の都議の畔上です。今、都議団の中では経済公安委員会の委員と、それからあと、オリンピック・パラリンピック特別委員会の理事をしております。で、団の中では、成長の、政策調整委員会の副委員長、政策調整委員会の副委員長。を仰せつかってます。忙しいのにありがとうございます。いえいえ。よろしくお願いします。それでは、いつもの和田さん。アシスタントの和田です。こんばんは。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。こんばんはですね。そうですね、そうこでんすばんね。は。ね、なかなか、時間もね、最初、代表質問もっと早い時間なんだって、何時からって話だったんでしたっ け？最初5時半っていう話もありました。5時半って話になってた。で、最終的には6時半ぐらいになった。6時半ぐらいからかなっちゃった。いっぱいなんかね、傍聴されてたみたいで、私残念ながらもう最後の方にしか少ししか見てないんで、ちょっと中身をお聞きしたりとかしてたんですけど、ね、
いつもあれぐらい膨張される感じですか？そうですね、割と膨張、はあ、多いんですか？多いですね。あ、そうなんだ。前新人の頃はバスで、バスで、はい、バスでみんなが来てくれて、和田さんバスで来たことある？私はまだない。あ、ない。バスはない。あの、ね、あ、バスをチャーターして地元から来てくれたり、そんな時期もありましたね。へ、まあね、いろいろこう知らないことが多いんで、私もあの傍聴って初めてなんですよ。あ、門会費、はい、そうです、はい、なんかこんな広いとこでやってんだなって思ったのとなんで写真撮ったらいけないのとかね、うんうん、なんで録音しちゃいけないのとかね、うん、そのなんか決まりが多いですよね。そうですね、なんかもっと開かれていいと思うんだけど、うん、と思って拍手しちゃいけない、ね、そう、なんか拍手で怒られちゃうんだよね。え、でも、議員の人は拍手してもいいの？そうなの。でしょ？おかしいよね。で、議員の人は拍手していいんだけど、うん、一緒に拍手したら、あなたはちょっとダメですよみたいなこと言われたんですよね。そうそうそう。だからそれをちょっと言ってる人がいて、うん、はぁって思って、なんでって、いや、だって別にね、あの、妨害してないよね、うん。うん。同じように拍手してるだけだったらね、うん、拍手だけだとそんな問題ないと思ったけど。全然いいと思いますけどね。ね、うん、はい、すいません、あの、はい、中身に入らないと、はい、あの、ね、いろいろいっぱいね、はい、お聞きしたいことがあるんで、はい、まず、今日一番最初にさ、ね、あのお話をされてたのが、はい、市場問題ですね、はい、あの築地豊洲の市場の移転の問題をお話をされてたという、代表質問されたところなんですけども、はい、そうですね、築地のなんか、これ質問がいろいろねされてるようなんですが、うん、はい、あのね、はい、そもそもね、はい、小池知事が選挙で公約されたことは、はい、築地ブランドを守るということだったんですね、はい、あと、はい、食の安全、はい、安心を守るというふうにおっしゃってた、はい、それで、去年の6月の20日に基本方針っていうのをね、はい、知事が発表したんだけど、はい、その時も、その市場機能を残す、はい、それから仲卸業者の方たちが、はい、やっぱり築地で戻りたいというふうに思ったら、うん、戻れるようにしたいと、はい、だから築地は築地ですと、はい、うん、そういうふうに言ってたわけですよ。あれ、でも築地は築地じゃなくて、なんか今日の、ね、答弁では築地は豊洲ですみたいなこと言ってた気がするするんですけど、なんか全然違うこと言ってましたよね、なんかね、明らかに、はい、まあ、その公約がね、はい、投げ捨てられたというふうに私たちは、はあ、思ってるわけです。でしかも、はい、市場関係者の皆さんが、はい、本当にね、心から、うん、もう食の安全だって大丈夫よと、はい、そして豊洲はね、はい、使い勝手もいいから、はい、早く豊洲行きたいって言うんだったら、はい、それは私たちだってそうだろうなと思うけど、うんうん、だいたいそこで働いてる人たちがみんな行きたくないって言ってるわけですよ。みんな行きたくないって言ってるのに、うん、なんか無理やり進めないってどういう考えなんですか ね本当にそういう意味では、うん、やっぱりそこで市場で働く多くの皆さんのやっぱり意見をちゃんと聞いて、知事は寄り添うって言ったんだからね。寄り添うっていうか、最初になんかあれですよね、あの人出てきた時になんかいろいろ言ってたのはね、生かす、あ、そうそうそう、築地を生かす、築地は守る、あ、そうそう、ごめんなさい、失礼失礼、築地は守る、豊洲は生かす、うん、って言ったんです。守ってない、守ってない、全然守ってないですよ。そうで、なんか豊洲も生かせるのかどうか、だいぶ疑問がいっぱいあるんですけどそうなんでしょうね、うん。で今日、はい、その豊洲の問題でね、はい、選挙区万来施設の問題が、高等区議会でもね、はい、大問題になってますけど、はい、私たちが、今日知事に迫って、はい、新たに、はい、地上庁がこれは答弁したんだけど、はい、明らかになったのは、はい、その選挙区万来の万葉クラブの会長と、はい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 、知事が5月30日に面会されたわけですよ、はい、でその時に、はい、都の職員や向こうの万葉クラブの 職員あ、社員ね、はい、以外の人がいたの。え、そのことを知事はと、市場長が答弁したんですよ。いやいや、だって普通その都のことだし、うん、で相手がいるわけだから、うん、他にいるのおかしくないですか？私たちもそう思ってるんですけど、はい、なぜいるのかっていうのはこれからね、はいはい、まあ、詰めていかなきゃいけないんだけど。誰がいたんですか？それは、は
今日の答弁によりますと、はい、あ、ちょっと答弁書がどっか行っちゃったよ。いっぱいありますからね。失礼しました。いろいろね、文書がね。失礼しました。はい、ですね、テナントリーシングを事業者から請け負っている協力会社の社員とも同席しましたと、中央卸売市場長が答弁しました。はあ、とうとう直接でやるんでしょ？なんか別の会社がなんか何前田に入ってやるようなことがあるんですか？つまりね、はい、私はすごく疑問に思ってたのは、はい、5月29日までは、はい、もうとってもじゃないけどもこう話にならんと、はい、ね、万葉クラブの社長も言って、もうやらないって言ってましたよね。ほとんどね、そうなんですよ、解約するっていうことをおっしゃってたのに、はい、コロッと変わったわけですよ、知事と会って、あ、その時にね、うん、5月30日31日に変わったわけですね、はいはいはい、あの表明されたから、はい、なんでこの3日間で変わっちゃったのと、あ、そこを私はすごく疑問があった、はい、もしかしてなんか約束したんじゃないかと思うよとかね、はい、密約をしたんじゃないのって思ったわけですよ、お金出しますよとかなんかね、うんうん、なんかやってる可能性があるかもしれないと、はい、それで私たちは資料請求したんです、5月30日 の, その会談も含めてどんな話し合いをしたのかっていうね、情報公開をしてくださいと、はい、あ、資料請求を、はい、委員会の資料請求したんです、したんですね、来ないんですよね、はい、その資料は、はあ、来ない来ない来ない出てこない、ああ出てこない、出したらまずいんだ、うん、でなんでだから出さないんだ、うん、でおかしいじゃないと、はい、で誰かいたんじゃないのって、あ、それで私は今日聞いたわけ、あ、そういうことなんですか、うん、なんかあるんじゃないのかな、そっか、なんか隠してることがあるから、うん、出さないんじゃないかな、出さないんじゃないかとって思って、さすがですね、 誰かいるんじゃない、はい、聞いてみたら、たら出てきた、言ったわけよ、テナントシーリ、テナントリーシングを事業者から請け負っている協力会社の社員を同席させましたって、はあ、これ初めて、はあ、そこで公になったわけね、はあ、で それって大手の、はい、まあ、広告代理店の人かな、はい、ああ、っていうふうに私たちはどうしてそういう人が同席しなくちゃいけないのか、うんうん、その人が同席したことによって何があったの、何があったのか、ね、どういう展開になって、はい、ああいうふうになんか和やかに和解して、はいはい、オリンピックを最終的にね、やりますっていうふうになったのかね、やらないって言ったのにやる手だったんだもんね、そう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 、それ確かにおかしいですよね、うん、そういうね、なんかブラックボックスをなくすって知事もおっしゃってたんだから、ああ、やっぱりそこはきちんとね、都民に説明する責任があると思うんですよ、ありますね、うん、そう、なぜそういうふうに透明化とかあんなに言ってたんだからね、うん、変わったのかね、うん、やっぱりそこはやっぱり議会としてもね、きちんと正していきたいなと、うん、ああ、だからこれからまた委員会がこの後ありますので、はいはい、それどうしていたのと、ああ、どういう役割を果たしたのと、ああ、聞いてきたいな、なんかね、うん、こう疑惑がありそうな話ですね。テナントリーシングっていうのは文字通り解釈するとなんかまた貸しをするような会社ですかね、うん、と思いますね、そのまま、うん、聞いてるんだと、そうですね、そういうことですよね、うん、また貸しをする会社が入って得するってどういうことですかね、ね、ね、ちょっとそこが興味深いところですね、うん、なんだろうね、うん、何かね、なんかあるんですよ、なんかちょっとこれを見てる人が分かるような人がいたら、うん、あの連絡くださいちょっと教えてください、はい、そうそう、うん、教えて、ツイッター検証チームの皆さんもよろしくお願いしますそう、ちょっとね、うん、知りたいよね、うん、何があるのか、そうだからさすがに自民党もここの私の質問して、はい、あの答弁があった時にはおーって言いましたね、言っちゃったみたいなことですかね、っていうか彼らも知りたかった、はいはい、知らなかったのか、そう、知りたかったんだと思いますよ、 あのだって、はい、資料出せって彼らもあ言ってたんですか、うん、言ってたもん、言ってたのに、え、自民党にも出してなかったんですか、うん、ほー、出したくなかったんだ、そう、だからもう本会議で質問されちゃった以上は嘘はつけないから、あ、いましたって、ただいましたじゃあまりにもちょっとね、はいはい、誰がっていうことになるわけだ、はあ、で答えちゃった、まあ、そこまでは答えた、答えちゃった、ただどんな役割果たしたかは分かんない、分かんない、だからそれは今後の追 求、まあ、追求の、うん、はあ、あれかなと思ってます、はあ、そうですね、ぜひ追求していただければと、うん、
ね、国会でもガンガン追及されてますからね、今ね。そうですね。そう、はい、東京都でもね、もう疑惑はガンガン追及していただいて、うん、ね、やっぱりブラックボックスはなくしてなくちゃいけない。そうですね、都民に公開してもらいたいと思いますね、はい、そうですか。それとあともう一つね、はいはい、市場では、はい、私たちは築地で再整備してほしいっていうのがやっぱり市場業者の皆さんの思いだし、だって業者さんがね、だってやってるのがね、うん、変わりたくないってそんだけ言ってんだから、それでどうやってか、ね、うん、次のところでやんだっていう話がね、あると思うしね。はい、で今就職訓練ってやってるんですよね、豊洲に行ってちゃんと使えるようにみたいなことやってるんですね。だけど就職訓練行けば行くほどね、みんなやっぱり嫌だなってなってるわけですよ。はい、私も動画見ましたけど、うん、動画見たら恐ろしいですよね、あれね、うん、ちょっとあの動画もなんだろう、今なんだっけ、新橋でなんかやって、その国会のね、パブリックビューイングでやったみたいに、あれも出したいぐらいだよね。だって車ね、そうそうそう、いや、ぶつかりそうなんだけど、普通にこうなんか坂から降りてきたら止まるところがありませんみたいなんで、もう絶対渋滞しますみたいになってるし、あれ見てる段階だけでも何考えてこれ作ったのっていうね、疑問が起きるような。そう、習熟って、あれに習熟ってどうやって習熟するんだろう。それ誰かに聞きたいぐらいだよね。そうなんですよね。そういう意味ではね、はい、私たちはやっぱりそう、基本的には移転すべきじゃないと考えてます。はい、うん、ただ、今回ね、うん、まあ、10月11日に移転したら、はいはい、その築地をすぐに解体するって言ってるわけよね、東京都は。ああ、すぐに解体するって言ってる。そうそう、あ、もう、すぐにも潰したいんだ。まあ、でもそもそもなんか、ね、築地目当てな感じがだいぶしてますからね。うん、だからそうなんだろうなと思いますけど、うん、も潰して何するんですかね。潰してね、はい、五輪のデポっていうんですけど、はい、駐車場と、はい、それから、まあ、その交通関係の、はい、管理をする事務所みたいな。あ、そういう事務所と駐車場にする。そうですね、運転手さんたちやなんかも、はい、オリンピックの時だけのものにするんですかね。そうですね、そのオリンピックの駐車場にしたいから早く壊したいと、はい、で解体工事を、うん、契約を急いでるわけですよ。契約急いでるってもうすぐしちゃうんですかね。そうなんですよ。それで今今回の議会に、はい、契約案件も出てます。はい、でもう、これで7回目かな、はい、だからもうほとんどがもう解体契約は済んでるんですけど、はい、まあ、今回も出されてるということで、で解体についてもそういう意味ではね、はい、ちょっと私も、うん、そのどういうふうにその解体工事をやるのか、うん、はい、そのことがちょっと一つは大きな問題かなと思って質問したんです。うんうん、はい、そしたら基礎食いは、はい、その取らないって言うんですよ。また食いの問題が出ちゃいましたよ。うん、そうそう、もうこの間食いの問題しかやってない気がだんだんしすぎてですね。なんかちょっと前に、あ、でもそもそもね、他のところでもね、もうずっと前から言うと、ほら、なんかマンションで食いがどうとかって言った感じもするし、ね、で大丈夫かなとか思ってね、まあ、最近もこうね、なんかいろいろ、なんか地震があったのかなとかって思うと、大丈夫かなと思うことがいろいろ多いんですけど、で、この間話した、杉並区の話では、はい、なんだっけ、杭が、小中支持地盤を突き抜ける、長州一貫校を作るって言って、600人ぐらい入るところを4階建て作るのをやめて、で6階建て作って1080人にします。でそうすると、なんか中低層から高層の建物になるんですよ。そう、なんか杭がね、うん、もっとちゃんと杭打たないといけないのに、はい、うんうん、それをなんか長さんもなんかやるかやらないとかみたいなことになっていて、で中途半端に、元々の、施工からそんなに変わらないような方法でやるみたいな話が出てっていうのがあったんです。うんうん、あ、なるほど。はい、でね、そんなんダメですよねっていう。だってそもそも大体さ、600人くらいしか行く人がいないのに1080人のやつを作るっていうのはバカじゃないのって話だし、でさらに、そんなね、その神奈川市だっけ、うん、の越えてね、なんか遠いところでに行かせないといけない、うん、で、で最終的に耐久性もどうかって思うようななんかものを作るということだとどうかって言ってたんですけど、でまた食い、ここも食い、そうそう、どこもどこもみんな食いってもうなんかね、食いだらけだね、問題は食いだみたいなね。だからね、はい、その市場の解体でなんで食いを残すのって聞いたわけですよ、今回今日の質問で。
杭を残すって話だったんですね。残すっていうふうに言ってた。だって杭って普通社に埋め込まれてますし、そうそう、で築地ってだいぶ古いですよね、建物が。そうですね、そうすると普通ね、杭とかは抜いて、うん、さらちにして、そうそうそう、で最終的にもう一回新しい杭を打ち込んで、で、ね、あのちゃんとしたしっかりしたものを作りましょうっていうのが普通だと思いますけど、うんうん、違うんですか。まあだから暫定的にオリンピックの駐車場にするからやるんだと、はい、でしかもその駐車場にするためには、地盤の強度の安定性と安全性を確保するために杭を残しておくんだと。はあ、え、地盤をね、はい、つまりその地盤を固めるために今まであったものをそのまんまにしとくんだと。固めるって何ですか。だって地盤ってもともとあるのが地盤ですよね。そうそう、で杭は打たれてるけど、古いと杭もそんなに浅いかもしれないし、うん、そもそもどうなってるのかっていう問題もあるから、うん、一回抜いて調査するの普通じゃないですか。そうなんですよ。そんなことしなくていいんだっけ。それを本来はしなくちゃいけないっていうのが、はいはいはい、法律で決まってる。法律で決まってる。そう。国の法律で決まってる。国の法律で決まってる。国の法律で決まってるのに、うん、廃棄物処理法という法律で確認、はい、決まってる。決まってる。決まってるのに、うん、東京都さんは？東京都は例外で。例外？五輪のためにあ、五輪のためだったら例外って認められるんでしたっけ。何、あの日本の法律でそうなってるの。なってません、なってません。五輪のためだったら何やってもいいとかなってるの。なってない。なってない。なってないんだけど、解体の。なってないけど、解体は杭を、うん、ちゃんと撤去しないでそのまま残して昔の杭でやりますと。いや、そんなでなんか問題あったらなったらどうすんのね。だから今回聞いてて、えっと思ったのは、うん、オリンピックの駐車場って言ったら立派なものは当然、いや、だってオリンピックの駐車場なんだから、うん、だってそれは立体駐車場だし、うん、だからなんか上にもやっぱり止めない。だって一等地だよ、築地、ね。だけど、はい、まあ、2年間の使用、2年間というか、2ヶ月間の使用だからっていうことで、はいはいはい、そこのね部分だけだから、うん、いやでもそんなこと言いながら短い期間で結構な建物を作るところって結構ありますよね。だからね、民間業者で普通の民間で、はい、よく駐車場あるじゃないですか、はい、じゃあそれは規則をね、うん、抜かなくていいのっていうことになると思うんですよね、はい、だから東京都が、はい、そうやって例外を作っちゃうっていう先行して、はい、それってやっぱおかしいんじゃないのって私たちは思うわけですよ、はい、だって、うん、他のところはそれをやってはいけないことに法律でなってるわけですよね。そうそう、うん、国の法律でなってることを東京都が、ね、破っちゃうって、うん、そんなん何やってもいいのって話だよね、うん、そうだよね。だから本当おかしいなっていうことで、うん、はい、私は今回の、はい、まあ、市場の問題の一つとして取り上げたわけなんですよ、はい、うん、で聞いたら、うん、杭はそのままって言われた、残しますよ、はあ、でしかもその理由が地盤を安定的安全性を確保する。いやいや、安全性っていうかあれでしょ、単にごまかしてるだけだよね多分ね、うん、だからそうそう、あれでしょ、杭を抜いて調査してね、なんか土壌がねとかって見つかったら困るんでしょ、うんうん、結局はそうなの。だからそれに時間がかかるから、あ、とにかく急いでオリンピック調査したくないんだ。そうだ、調査したら時間かかるから、そうそう、オリンピックに使うためにって。でもさ、はい、市場ってそもそも市場のための土地であって、うん、オリンピックのための土地じゃないんですよ。でオリンピックも、うん、もし市場が、うん、その残るっていうことになった時には、はい、自分たちは市場を優先させるっていうふうに言ってたわけですよ最初は。そのオリンピックの委員会の人たちとか、うん、そういう委員会っていうか、まあはい、オリパラ局なんですけどね、あ、はいはい、東京都のね、東京都のね、はいはい、で優先するって言ってたんですか。そうそうそう、市場、だって市場が、はい、市場の土地なんだから、うん、やっぱり大家さんがね、うん、まあ、大家さんが、うん、地主さんが、うん、やっぱり決めたことを、はい、優先させなくちゃいけないというふうに言ってたわけですよ、うん、はい、だから私たちはそのオリンピックありきで市場を追い出すようなことをねしたらおかしいでしょうと、うん、本末転倒だよと、うん、本来市場の土地なんだから、はい、っていうふうに言って、はい、ただオリンピックの方もいやちゃんといろいろ探してますよと他も、はいはい、そういうふうに言ってたのに、うん、去年知事が、まあ、あそこをデポにしますっていうことを、まあ、公に言っちゃったわけですよね、うん、IOC にそういうふうに言っちゃった、うんうん、それもあって、うん、もうなんか規制の事実かのように、うん、もう それそこに
どん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 進んで、こういうごまかしまで法律の例外規定、例外まで作ろうとしてると、私はこれやっぱり問題だなと。昨年の12月の経済公安委員会で、公明党の、委員が、どうしてもオリンピックに間に合わせなければならないというスケジュールを強調しながら、その築地の調査、土壌調査は間に合うのかってこう詰め寄る場面があって、詰め寄ったのは公明党なの？公明党です、はあ、で土壌調査をしなきゃいかんと、はあ、でしないといけないって言ったの？ええ、公明党が、公明党がしないといけないって言ったのに、何、いつの間にか変わっちゃったんですね。あれいいの？いいの？公明党はいいの？公明党はいいのかな？どうなんでしょうね。あんまり聞きに行きたくないです。いやでも公明党さんもだって言ってたんだったらちゃんと追及しようよねって話だと思うんだけどね。うん。あでも間に合うのかって言ってたってことは間に合わせたいってこと。間に合わせたんですね。あ、まあそれあるよね。あ、だからそうやるとね、市場の関係者の人たちだって、追い立てられるような思いなわけですよね。出ていけみたいなもんですね。そうそうそう、オリンピックの、お前らオリンピックに協力しないのかみたいな。いやもう最悪。ああもうやだ。本当に。まああの、オリンピックはみんなね、なんか、その納得する形で進めてもらいたいね。そう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 、そうだね。そう、私もそういう思いです。そうですよね。オリンピックといえば、まあ、今日の質問にはなかったんですけど、なんか、別の施設の話がなんかあるということで、選手村、はいはい、選手村ね、はい、もうこの間私もずっとやってきてるんですけど、はい、選手村っていうのは晴海の埠頭が今ある港、はいはい、晴海っていうと不当な感じがしますよ ね、うん、なんかね、晴海っていうとなんか不当って感じがこうだいぶしますけど、 あ、ね、あんまりね行ったことないんですけどね、クイーンエリザベス号とかね、はい、ああ泊まってそうな雰囲気がしますよね。あそこのところが、はい、全部豊地がこうバーッと広大な、豊地がそんなにあるんですか？そこ18ヘクタール、すごいですね、うん、広いんですよね、はい、でそこに、はい、選手村を作ろうと、オリンピックの選手村を作る、うん、はい、で選手村を作るんだったら、はい、レガシーとしてね、はい、遺産、まあ、そのまま残してね、それをね、都営、はい、住宅、それから障害者の施設、あともね、使えるようにすればいいですね。そう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 、確かにそう思います。ほら、はい、代々木の1964年のオリンピックの後は、今何だかね、青少年センターになってて、はい、結構安く泊まれる、はいはい、青少年、ね、そういうところになってるんですよね、うん、はい、そういうふうになってるわけですよ、はい、で例えば私は調べたのロンドンとか、はい、長野オリンピック、冬季オリンピックとかも、ね、市営住宅とかね、はい、ロンドンなんかはアフォーダブル住宅って言って、はい、低所得の人たちの住宅、はい、はいはい、そこに選手村の後は作ったりしたんですよ、はい、うん、でそういうふうにするっていうのは、はい、確かにみんなのためになるから、なりますね、うん、私はそういうふうにすればいいんじゃないかって確かに言ったんだけど、はいはい、残念ながら民間のマンションになっちゃう、全部民間のマンション、5800戸の民間マンション、すごいですね、また、うん、すざまじいこうなんか利権が絡んでるような気がしちゃうんですけど、うん、何ヘクタールでしたっけ、18ヘクタール、18ヘクタールは、18ヘクタールもあるとすごいお金がかかるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、いくらぐらいなんですかね。本来で言うと、はい、推定価格、はい、近隣の都有地があったところを売却した金額が換算すると約1300億円ぐらいの土地なんですよ。1300円じゃないですよね、1300億円、まあそうですよね、うん、それを、ええ130億で約130億、あれ9割引き、9割、どっかで聞いた話ですね、超格安、あれ9割引きってどっかの土地も9割引きだった気がするんですけど、今回はゴミが出ておりませんあ、ゴミが出たら安くなるでしたっけ、ゴミが出たら安くなる法則あ、何、国交省とか絡めばいい国交省とか財務省とか絡むと安くなるんだよね、いい土地ですから前に進めてくださいって言われたら安くあとか、あ、そういう人がいたら安くなるんだ今回そういう人いたんですかね、分かんないですけどね、1300億が130億になっちゃうんですか、まあ推定1300億ですけれども、はい、
1平米9万7000円で売ってるんですよね、東京都は。あ、民間のすぐ隣の築地は一等地ですよね、うん、とその隣の晴海も実は結構ないい土地で、でね、その中にね、はい、消防署も作るんですよ。あ、それは別にいいんだけどね、はい、消防署作るのはね、消防署作るのはね、うん、で消防署の土地を私調べたの、はい、たらね、1平米あたり22万で消防庁を買ってるんですよ。あれ、税金で買うときは高くなるんですね、うん、民間に下ろすときは安くなるの？だ、普通はなぜ公共的な消防署は安くなるんですね、はい、あ、安くなって22万、うん、そうなの、ものすごい安くなって22万なのに、ぜひ、もっと安くなる民間デベロッパー、そう、9万7000円、安いですね、うん、それはちょっと買いたいですね。そうですね、私も 10平米ぐらいだよ。10平米ぐらい買えばちょっとね、生活の足しになるかなみたいな、うん、ああ、そう、そう、それで、いや、でも売ってくれないんですよね、民間デベロッパーにだけ売ってくれるんですね。民間デベロッパーの11社で、はい、特定事業者っていうのを組んでまして、はい、そこに売ってるんですよね、はい、でそこで今一生懸命マンションを建てる計画をね、うん、作ってる。もう、最初からマンションになるんですか？じゃあ最初ね、最初は選手村としてなるんですよね、うん、でその後に取り壊してからマンションになるってことですか？だから取り壊さないんですね。あ、取り壊さない、最初からマンションみたいに形に作るんですか？あ、それで内装だけ、はい、内装だけ選手村の仕様にするんです。あ、その時だけね。その時だけ選手村っていうのは、例えば5人部屋とかあるわけですよ、うん、そとこう内装で区切って、うんうん、それで、まあ、5人部屋作って、うん、各部屋にクーラーつけたり、はいはい、しますよね、確かにね。それからエアコンつけたり、あとライトがこういうね、ライトつけるわけですよ。それも実は税金なんですよ、都民の。は？なんで？それはなぜかっていうと、はい、選手村としてお借りするから、はい、マンションのその部分をお借りするという形になるんです。お借りするって、いや、だってそんなの別に作ってもらうの、そこに頼まなきゃいけないのって気がしちゃうけどね、うん、だからね、本来であれば都有地なんだから、都民の財産の土地なんだから、東京都が例えば、まあ、東京都が建てて、東京都のものとして使って、で都民のためにそうそう稼げばいいし、でその後も、都民に開かれる、そうそうそう、例えば先ほど言ったみたいなね、青少年センターとかみたいな感じで使うとか、うん、あとは、ね、そう、住宅にするとか、うん、障害者のね、はい、ケアハウスとか足りないわけですよ、うんうん、そういう施設を作るとか、ね、うん、まあいろいろ考えられるわけですよね、うん、だけど考えられることはしないで、民間に引き渡して、まあそこから借り受ける感じになるから、全部、その内装工事やなんかは、オリンピック仕様の内装工事やなんかはエアコンも含めてライトも含めて全部都の税金でやってあげると。で終わったら、オリンピックパラリンピックが終わったら壊すんです。壊すんですか？その内装は全部。あ、それも都民の税金でな。いやいや、だってそんなもったくないですよね、うん、ちゃんと作って、で、なんか特別なね、施設を作るんじゃなくてね、例えばだから本当にその住宅として普通に使えるやつを作ってね、で若干こう、例えばバリアフリーがすごく行き届いてるものにするとか、うん、もうちょっと広めに作るとかね、うん、っていうことで、まあ選手が使いやすいようなところも使い勝手いいようにして、うん、まあそういう意味ではこう、スポーツもできる人たちが普通に住めるような土地ですよとか場所ですよみたいなことをするんだと、まだ分かるし、でそれを継続で使えるんだったら別に壊す必要ないじゃないですか。そうなんだ。わざわざ作って金全部積み上げて、なんかお金なんか税金でやったわけに、壊す費用まで税金でやって、でその後は民間マンションとして売却されるということになるわけですね。どうせまた民間マンションすごい高いでしょう。高いでしょうね。奥だから内装工事のお金ね、うん、その取り壊すのも含めてだけど、はい、内装工事のその
エアコンとかライトを除いた内装工事代だけで445億、はい、あんまりピンとこないけど、もうあのなんていうかな、大体1300億、ほらもうね、もう計算ができない1300億から130億になってる段階で、あのね、森友9億から8億引いて1億ですよね、ね、もう桁が違う、もう分かんないあのね、はい、選手村の個数が3900個なのかな、はい、3900個あるんですね、うん、はい、あの選手村としてね、はいはい、あの部屋が必要な、ね、はい、で私計算してみたんですよ、はい、1個あたり内装工事でいくらかかってるの、はい、1200万円なんですよ、あの単純計算でね、はい、あのいろんな部屋のあのスケールがあるから、そんな単純計算ではいかないっていうふうに言われるかもしれないけど、でも結構かかってますよね、だって単純計算で1200万3で900個で、ですよね、440で1200万ですよね、1個あたり1200万も普通の内装で1200万もかかんないよね。あ、今ね、あの私も聞いてびっくりしたんだけど、あのこういうさ、できてるお家あるじゃない、はいはい、ここでポコって、はいはい、だからあのユニット系を入れてみたいな感じ、ね、まあ、あのスキシナムキッチン入れてとかいろいろありますからね、はい、うん、あれがね、はい、1200万ぐらいなんですってね、あの売ってる、はあはあ、だから一軒建っちゃうんだよ、うん、あ、それ一戸建てでっていうことで、一戸建てで、はあ、うん、だってそうですね、マンションの内装だって1200万かけたらすごいもんできますよね、うん、だからマンションの内装ね、例えばだからリフォームしていくらからかかりますって言ったらいろいろあって、だいたいそうですね、 3L とかだと600万ぐらいかな、600万ね、うん、だいたいそんなもんかなと思うけど、うん、まあそれリフォームしてだからね、若干前のやつ使うかなんかっていうのがあるかもしれないからね、もうちょっと買うかもしれないですけど、でもだって3900個もやるんだったらそれなりに安くなるしね、そうですね、いっぺんに同じものを買っちゃえば、まあそうですね、で、1個あたり1200万ってどんな内装にするんだろうっていうのは、でしかもそれあれでしょ、その場限りなんだよね、そうそうそう、そこがね、1ヶ月間だからね、だってあのマンションは50年ぐらい住みますから、そうですそうです、はい、住みますからね、それを住まない住まないのに2ヶ月しか使わないのにそんなにかける、しかも壊すっていうのがまあもうちょっと信じられない、うん、だからそういう金銭感覚と、それからあとやっぱり都営住宅とか、本当に今ね、私もあの近隣の都営住宅の募集の見たの、はい、だから399倍だったかな直近の、あの399倍、うん、絶対、うん、絶対、うん、私ねダメってことだよね、前に、はい、あのこの選手村一番最初にやった時に言ったんだけど、はい、あのある母子家庭のね、はい、お母さんが、うん、もう本当に生活大変で、うん、その家賃もね、はい、重いと、だから都営住宅なんとか入れないかって相談を受けたこと、はい、で子供はまだちっちゃかった、はい、でそうだねって一緒に申し込もうって、はいはい、で私は倍率のね低いところとか一緒に探して、ここだったらいけるかもみたいな、いけるかもよっつって申し込んでもらったりして、はいはい、その子が二十歳になっても入れなかったと、うん、その子供がね、そのぐらい今都営住宅って本当に必要な人にはなかなか入れないところになってるんですよ、だからね本当にそういう人たちが住めるような住宅を全部そうしろとは言わないけど、都有地なんだからね、都民の財産なんだから、せめてそういう、いや高く売るんだったらまだ分かるんですけど、そう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 、そんなんだったら、はい、だいたいね、そのね、あの受ける仕事は高いけど、引き渡す土地とかでね、そんなのは全部安いっていうね、うん、ねこんな9割だ9割だ9割だって、なんか9割ってどっかで聞いたことある気もしますけどなんかね、ちょっと前に聞いた入札の金額が 93% だったみたいな、 99.7% 99.3% 93.7% じゃない、そうでもそう9割以上だったのは確かないですよ、入札です、ね、9割以上入札率で、そのいつもねその何でもやってるって、うん、あれ杉並基準って話ですね、築地じゃなくて豊洲ですね、あ豊洲か、豊洲は、豊洲の入札率が、まあ、そうです 99% ですよ、いやいや
大体おかしいじゃないですか、うん、おかしいですよ。だって入札でしょ。で入札っていうのは、こういう仕事があります、だから皆さんあらあの競って、うん、金額を計算して出してくださいっていうの でそれに見合った金額のところの安いところなんか取りましょうって話なの。なんで 99% できるんだって話そうおかしいよね。それも私たちもずっとおかしいって言ってきたんですけどね、はい、うん、だって他ね、本当引き渡しをする土地は、ね、9割引きだわ、うん、なんかね、あの何仕事を頼むって言ったらなぜか、100% にもう、うん、なんか限りなく近い金額でガンガン受けられちゃう、うん、入札なのに、うん、おかしいですね。おかしいよね。本当おかしいことが、うん、多すぎてびっくりしちゃうんですけど。で市場の話にちょっと若干戻りたいんですけど、うん、はいはい、なんか今日の話の中では、和田さん得意の遮水壁の話が、はい、遮水出ましたね、うん、はい、あれはね、その遮水壁が実は4メーターのところがあるんですね、はい、5階 AP プラス4メーター、はい、失礼、5階区と7階区の海側っていうところにあるんですけど、はいはい、水を遮断するための遮断してプールみたいになりますよと、はいはい、こうやってね桶みたいになってて、はい、遮断してるから、はい、外には行きませんってずっと東京都は説明してたわけ、はい、ところが AP4m って、はい、私たちもずっとデータ見てるんですけど、はい、地下水位が AP5m 以上とか 4m 以上って結構あったわけですよ。あ、今はね一生懸命強制排水、はい、はい、真空ポンプでこう吸い上げてから吸い上げてるか水をね、うん、吸い上げてそれの水位を下げてるんですよ ね、 下げてるからそんなに高いところに行かないけど、うん、その前は水がガーッと増えてた時があって、うん、で溢れてた、うん、4メーターを超えてるデータがあるわけですよ、はい、だから外に出てたってこと、外に出てる可能性があるということで、はあ、そういうことなんです。それについては否定はできないんですよ、うん、今日も私質問しましたけどね、はあはあはあ、で水のところだってあの水汚染しんだよね、汚染の恐れがある、恐れがある。だって、そのいろんなものを全部いろいろチェックしたら、うん、汚染っていうかその基準的にこの基準どうなのっていうシアンだったり、うん、なんだっけ、他にベンゼン、ベンゼンだったりとかっていうね、うん、もうあの、うん、盛戸とシアンとベンゼンというのも頭の中にこうこびりついてる昔のなんかね大山さんがテレビ出てきた時とかなんかねもうその時にこういっぱい聞いたから、うん、で終わってないんだよねまだね全然ね。でそれが全然あの今でも、出てるのがところがある、うん、でということはそれが出てるところがあるってことはそういうものが、外に出てる可能性がその時であったんです、ね、外には出ちゃいけないんですね、出さないよって言ってたけど出てじゃねえかって話、高さが足りなかった、壁の高さが足りなかった、足りませんでしたと。えでもそんなこと言ってなかったんでしょ今までは。そう、今までは言ってなかった。4メーターっていうのは今までは大丈夫だとか言ってたの？これ今までは壁があるから大丈夫、はい、壁が大丈夫、大丈夫って言ったんだ、うん、大丈夫って言ったけど壁があったけどごめんなさいっていうことになったわけだ、うん、4メートルしかありませんありませんってことが分かって、うん、で水がちょっと出ちゃったかもみたいなことを、うん、認めちゃったと。そうそう、今日はないと断言できるのっていうふうに私が質問したら、断言はできなかったわけですよ。ないと断言できるのって聞かれたんですね、うん、そうなんです。知事は一時的かつ局所的なものと、そういうふうに答えてくれます。だから一時的でも局所的でも出たってこと。一時的で局所的だったかどうかも分かんないよね。だって本当に一時的で局所的なの分かんないですね。それ、まあ、データでその近辺の推移をいろいろ見ると一時的って言い方がね、そういう言い方でいいのかどうかっていうのはあるけど、あと場所的に全部そこかっていうのは、まあ、それは言ってる通りだと思うけど、でも可能性は否定できなかったわけですよ、うん、漏れてたのがね、絶対出ないっぽいことを言ってた割には、そうそうそう、ないって断言できなかったんだから、うんうん、はあ、そこを認めちゃったと。認めちゃった今日、はあ、だからだったらちゃんと調査しなさいよってことなんですよ、うん、私たちはやっぱり安全をね確認すべきでしょうと。ていうかだって水出ちゃったらね、うん、やっぱり汚染してる可能性があるんだと、シアンとかベンゼンとか出てるかもしんなかったってことですよね、うん、そういうことです。でそういうのを外に出てよかったのかってよくないんだよね、うん、それはもちろんよくない。
で海に出ちゃってるわけだしね。あのね、あの遮水壁があって、はい、あのぐるり公園っていうのがあるんですよね。公園が、はあ、これ江東区のね、はいはい、でその今度できました。今できたんです。はあはあ、でその公園の、はい、こっち側にあの、うん、岩壁があるんですね。はいはい、だからその公園のところに出てる可能性があるわけですよ。ちょっとあの公園は大丈夫かっていう話もありますね。うん、公園は子供は遊ばないの？肉球神道の皆さん、はあの何動物も遊ぶので、公園ってことは、え、あ、そうだけど、いやだって水にそんなに浸からない、浸かるの、浸かるようなとこがあるの？結構水浸しになりやすいんですよ。あ、その公園、公園自体が水はけが良くないので、あまりおすすめはしません。科学的エビデンスがあるわけではないですが、まだそこの土壌調査とか、ね、水質調査とかやってくれれば安全ですって言えるんですけど、うん、やってないですから、うん、やってないところに漏れたかもしれない、うん、やりましょうよねやりましょうよね、やるべきですよね。なんで調査しないの？だってそもそもシアンとかベンゼンとかが出てるところがあって、うん、そこから水が漏れたかもしれませんって話なんでしょ、うん、そうそう、どう一応、ね、大丈夫かなって言ったら確認するのが、ね、との仕事じゃないの、うんうん、でまあ、これ江東区立豊作り高齢なので、ああ江東区の仕事でもある。江東区がやってくださいね江東区でやってくださいね江東区の、まあ、今江東区に対してデータ の、はい、あの開示請求を行ってます。またあの何ツッコミを入れようとして和田さんがもうあの何そろそろ資料出さないよって言われるような気もしません、気もしますが、大丈夫ですかね。あ、そう。まあ、あの、また、それは開示請求でね、資料が出てきたら、あの、お話しいただくということで。で、私はね、はい、やっぱり、なんといっても市場のね、はい、おかみさん会がアンケートを取ったんですよ。はいはい、で、3月に発表されたんだけど、はい、まあ、今日も本会議でそれ使ったんですけどね、うん、ええ、使わせていただいたんだけど、はい、261人の、あの市場業者の方が回答してるわけ、うん、それで、うん、移転計画について今からでも中止すべきだっていう人が3割いるの、 31% いて、うん、でもう一度凍結して話し合いましょうよっていう人も 39% いて、はい、合わせて 70% 7割いるんですよ、はい、でね、じゃあ築地と豊洲とどっちで商売したいですかっていう問いがあるんだけど、はい、その問いで当然築地だと言った人が 61%、うん、できれば築地って言った人が 32%、 あれ 93%、 そう 93%、 はあ、7% の人しか行きたい人いないんだ、うん、そういうことなの。でね、やっぱり本当にあのこれまでのね、はい、あの目利きの力をね発揮して築地ブランド作ってきた仲卸の人たちの、はい、そういう意見をね、うん、やっぱりちゃんと受け止めるべきじゃないのと小池さん、うん、知事、うん、っていうふうに私は言ったんですけれども、うん、その寄り添ってとか言うんだけど、寄り添ってないですよ、寄り添ってないね、寄り添わないどころか、なんか、うん、今日はね、割といっぱいいろんなことで突っ込まれたからか、あの準備ができてなかったからか落ち着かなかったっていう話を聞いていましたけど、ね、あのうろうろしてたって、うん、おろおろしてた、ね、うん、そうなんですよ ね、だからそれで最後にね、うん、小池知事がさ、せっかく市場業者に寄り添った取り組みを行っていますって言った後ね、はい、業者の方々と連携協力しながら豊洲市場を日本の中核市場として育て上げ、新たな豊洲ブランドの確立を目指していきますって答えたんだよね。もうなんか、いやだって築地ブランドって言ってたんでしょ、うん、で築地ブランドを守るためにどうするのかって言った時に、なんか豊洲移転なんだって意味が分かんないよ ね、うん、ね、だからやっぱりもう自己矛盾に陥っちゃってるんじゃないかな。いやだからそんなにね、うん、本当にね、その、100歩なのか1万歩なのか譲ってね、うん、豊洲に移転しましょうっていうことにもしなったとしても、うん、豊洲がすっごく素晴らしい土地、うん、っていうか、まあいい土地ですから前に進めてください、ね、うん、もうそれも聞き飽きてきましたけど、だんだんなんですけど、そうじゃなくて、まあそのね、ちゃんといいような施設になってるとかだったらまだわかるんですけど、もって
なってないですよね、いろいろね。そうですね、使い勝手が悪いっていうことも。ただあれですよね、食の安全が守れないっていうこともね。ちょっと前にブロガーを集めましたよね。集めましたね、はい、ブロガーを集めてタイを食べさせましたね。タイえ、タイは何、築地からタイ持ってって。なんで豊洲で、豊洲でタイって豊洲で取ればいいじゃない。あ、豊洲で取れないの。取れないで、取れない豊洲で取れないから築地から持って行った。築地から持ってったの、築地にのね、ブログ書けよとか思うんだけどえ、それでタイが美味しかったって言って、あ、タイが美味しかったってブロガーが書いてる、うん、はあ、でそういうイベントをやってるわけですよね、あの豊洲を、はい、あの素晴らしいところだみたいな。いや、そんなに素晴らしかったっけっていうのはね、もう本当にいろいろ聞いてきて、もうバカにしてんじゃないかなと思うとかいろいろ多くって、うん、ね、あのなんだっけ、そのフォークリフト、フォークリフトがそんなにね、あの耐荷重がなんか足りてないから、うん、大きいやつがね、重いやつとかはあの乗せられませんというか、ミートンが使えない、使えませんとか、とかね、あとなんだっけ、車の背面からしかあの出し、ね、付けられなくて、うん、横のね、横付けできない、ね、ウィング開けてなんかするっていうようなことはもうできないっていう、うん、使い勝手だけでも見てもね、あのなんだっけ、そのツイッターで手回ってる動画見てもですね、その、車がこう行き来してる動画が出てるわけですけど、うん、なんかあのどこに止まるのみたいな、斜めに止めないといけないみたいな、うん、なんか斜めに止めて渋滞したらなんか車動けないんじゃないみたいなね、うん、なんかしかもあのどっかぶつかるんじゃないかなって危険性すら感じるような動画が流れてるわけですよ、うん、あんなん見ててあの何も見てで、汚染もね、あのね続いてるわけでしょ、うん、何がいいのそれで一つくらいメリット示してほしいですねそう、デメリットだらけだよね、うん、あ、そうか、しかもなんだっけ、ここも杭の話があるんだよね。そうですね。なんか、豊洲も杭の話があって、うん、なんか、豊洲の、なんか盛戸を本当にやっときゃよかったのに、盛戸をせずに、うん、そうそうそう、コンクリートで詰めたんですよね、うん、下はね。コンクリート、今ね、地下ピット、コンクリートで埋めて、うん、コンクリートで埋めたから、何でしたっけ、建物の重さが大きくなった。はい。はい、で、元の杭がギリギリだった。はい、あのその重さに耐えられるのがね、のはい、でそこにコンクリート打ったので、このまま行くと杭が折れる可能性があると。また杭が折れちゃう、また杭が折れちゃう。ちょっと杭って大事だね。大事ですねどこの杭もちょっとちゃんと見ていかないと、耐えられるかどうかはね。なんかこれから公共建築物を見たら杭を見ろみたいなみんなね、公共建築物はあの杭が大事だよってことで、杭、ここ大事みたいなポイントちょっとね、やっとかないといけない。埋めてあるかどうかもね。そうそうそう。もう平地にした。平地にした。もう、うん。まあ本当にそういう意味ではね、ちょっと、うん、あの私たちはやっぱり市場問題っていうのは引き続き、まあ、都政の大きな、まあ、あの矛盾が吹き出している問題だと。思っていますね。はい、で、まああとあの、はい、この間ね、はい、あの5歳のお子さんが、目黒のね、女の子が亡くなった事件が、虐待事件があったじゃないですか。もう本当にあの痛ましくって、はい、なんで子供のね命を救ってあげれなかったのか、うん、やっぱりこういう痛ましいことがね、繰り返されちゃいけないという思いで、はい、まあ、その問題も今日は。ああ取り上げられたんですね。取り上げさせていただきました。はい、で、あの今回、はい、まあ、私も調べ、あの質問する上でいろいろ聞いて、はい、ああなるほどって思ったのは、やっぱりあのいろんなとこの連携も大事だし、はい、あのこの前医師会のね、はい、あの20周年記念で、はい、東京医師会の会長さんがおっしゃってたのがすごく胸に刺さったんだけど、はい、あのやっぱりその性教育が大事だって、うん、そのね、本当にこう性をポジティブに捉えて、うん、きちんとこう、受け止めていくっていうことがやられてないと、うん、やっぱりその望まぬ妊娠をしてしまったりね、うん、でそういう中からまた虐待が生まれたりしてるんだっていうお話もあって、うんうん、やっぱりすごい私もその性教育大事だなっていうふうに思ったし、うん、それからあとやっぱりその
いろんな機関との、そのお医者さんも含めてね、はい、連携が重要、うん、大事になって、うん、そしてやっぱりそこの中核を担うのが児童福祉士なんですよね。児童福祉士、はい、はい、児童相談所にいらっしゃるんですけど、はいはい、その人たちが、はい、まあ、この間私たちもなんか2010年にね、はい、日本共産党都議団が、はい、この虐待問題この間もずっと続いてたわけですよ、はい、でその虐待をなくすために、はい、虐待ゼロの提言を、はい、出したことがあったんです、はい、でその時に、はい、それが2010年だったんですけど、2010年8年ぐらい前ですかね。そうですね、はい、でその後、はい、少しずつ、はい、児童福祉士が増えてきてはいるんですけど、はい、あ、そうなんですか、まあ、増えてるのはいいことですね、うん、そう、ただ現状から言うと、はい、まだまだ追いついてない深刻なこういう今のね、うん、虐待が増えてる実態から言うと、うん、その実態に追いついてないっていうのが今の状況なんですね。うん、で私たちはやっぱり児童福祉さん、それから経験年数はね、うん、やっぱり3年以下の人が6割なんですよ。でやっぱりいろんな、なんていうの、虐待でもその親の貧困だったりいろいろこう複雑な原因があると思うんですよね。ちょっと見ても分かんないですもん ね、うん、他の家庭のことですからね。だからやっぱりそのベテランの方というか、うん、その状況をね、そのいろいろ理解したりとか、うん、考えたりできる人、うん、そのやらないと、うん、やっぱりその、ね、家に立ち入って状況を判断してやらないといけない仕事にありますもんね。でね、結構強制力を持ってるんです、入れるっていうね。あ、そうなんですか。そうなんです、ね、福祉士さんは、福祉士さん、はい、でそういう意味ではやっぱりそれなりのこうキャリアを積んでいく、うん、専門性を高めるっていうことは、うんうん、すごく大事だと、ね、ね、うん、思ってるんですね、はい、で東京都が、はい、質問でも取り上げたんですけど、はい、2000何年だったっけ、台東の児童相談所を廃止しちゃって、あ、東京はね11カ所しか、台東を、うん、なんだろう、そのそうですね、私もこの質問のね、内容をちょっと見させてもらいたい。1998年で書いてますね。98年というと都知事誰でしたっけ。鈴木さんか石原さんになる直前か、うん、台東児童相談所ね、廃止して、そう、行革っていうのがよく臨庁行革っていう言われてた時代なんですけど、児童相談所廃止したんですね。それで11カ所しかないんですよね今。で児童福祉士が、はい、まあそうは言ってもこの間ちょっとずつ増やしてきたんだけど、はい、2006年 の、うん、その児童福祉士1人当たりの相談件数っていうのは、はい、19件だったっけ、はい、持ってる件数がね、はい、ところが2016年は56件になってる、1人当たり3倍ぐらいになってますね、うん、だからね、1年間に56件っていうことは、うん、だから相当週1件ぐらいペースですね。でかなり深く関わらないとならないんです、ね、うん、判断できないですよ ね、 すよね、なかなかね。そうなんですよね。でやっぱりその親の生い立ちや、うん、それからその子がを守るためにね、うん、その今何が必要かっていうね、うん、やっぱり判断をするっていう面では、うん、福祉さんっていうのは非常に大事で、うん、そういう職員をねきちんと増やすべきだと、はい、で東京都が、はい、そのまあ、全国的にもこの問題大きな問題になってで、はい、で児童福祉の配置人数は、はい、人口4万人に1人を基本として、はい、その虐待の相談の対応件数に応じて上乗せを行いましょうっていう、うん、そういうルールになったんです。なってるんですね。で来年度からそれが本格的な実施っていうふうになるんですよ。うん、でこの基準で、はい、東京だと、はい、何人必要なんですかって私質問してみたんです、はい、そしたら370失礼、363人、うん、東京は必要なんですよ、はい、っていう答弁をいただいたんですけど、うん、今何人ぐらいいるんですか。今ね 200ね、去年なんですけどね、はい、今年ちょっと増えてるんで、うん、あれなんですけど去年の、資料見たら227人いたんですね去年はね、まあ、今年ちょっと増えてるかもしれない、増えてるけどそれにしても100人以上、363人だったら100人以上いりますね、うん、多分ね、増やさないといけない、100人も増やさないといけない、大変ですね、なかなか。でしかも、う
あれですよね、だって経験年数がね高くないとやっぱりちゃんと判断できない可能性高いわけですから ね、だから本当にその育成についてもきちんとね東京都がやっていかなくちゃいけないと、うん、思うわけですよ。なんかその辺は知事の答弁では OB を活用するみたいな恐ろしいこと言ってましたね。ああそうですね、うん、児童福祉司の OB の配置などっていうことを言ってましたね、うんうん、まあその、まあ、緊急的にはいいのかもしれませんが、うん、そうですね、うん、でやっぱりどういう形でその若い人たちを育てていくような、うん、その配置の仕方なのかね、うん、そのいわゆる、うん、いないから OB でなんとかやっちゃおうっていう、うんうんやつなのか、なんかこれでも検証チームも立ち上げるって書いてあるそうですね。検証チームは、うん、大事なこの事件、メルカの事件です。ああこれに対してね、はい、ああまあそういう問題があったことについてちゃんと検証チームを立ち上げますよってことは言ったわけね。まあ大事なことだしちゃんと調査すべきよね、うんうん、でまあ同意は OB だとか言ってたから、うん、ちょっとどうなの、うん、大丈夫、うん、っていうでちゃんと育てる気はありますかっていう、だって国のね、もうなんか私もこれもなんかこのねインタビューしてる中でなんか何か言ったかわかんないですけど、国の政策として少子化対策ってやっていくんじゃなかったでしたっけって思う。そうですね。何か言ったかわかんないんだよね、もう最近ね。少子化対策ってやるはずなんかなんかどっかの区はね、少子化対策とか少子化政策やってるみたいな。ね、そんな話もあったぐらいだね。ありますね。うん。だからもう本当にね、うん、そういうことを考えて、まあ、今後増えるんだったらその分だけそれもね可能性が高くなっちゃう、うん、まあ、ね、結局誰もねアベノミクスで 得しないっていうことのね例じゃないかなと思っちゃうけど、うん、そうなんですよね。まあねぜひ本当にね、うん、そのおっしゃったちょっと前向きな、はい、答弁もあったんですね、うん、まあ、増やしたいということをね、うん、はい、おっしゃってたので、はい、まあ、そういう意味ではね、うん、引き続き、はい、きちんと求めていきたいな。そうですね、うん、本当にちゃんと実現できるとね、うんうん、いいですよ ね、 すね、いろいろね自治体の問題が起きてることですからね、はい、そうですね、まあ、児童相談所もね、なんか増やしてもらった方がね。そうですね、11箇所しかないのは、で一時保護所っていうのがあるんですけど、はい、それもね、一時だけ、まあ、生活する場所、子供を守る場所を作るんですけど、はいはいはい、まあ、そこも本当に足んないんですよ。一時避難できるような場所ってことですかね。そうそうそう、うん、子供を守ってあげる場所っていうことなんだけど、親がひどい場合に強制的にそこに連れてくるわけです、うん、そういう場所があるんだけど、はい、まあ、少ないんですよね。少ない、だね、あ、そうなんだ。からそういう施設も必要ですね。東京都ね、いっぱい人もいますから、うん、まあそうですね、うん、だからそれに合わせてね、はい、それだけそういうね児童もね、うん、いるっていうことだったら、うん、それにはちゃんと対応できるようにすべきですよね。そうですね。であとやっぱり親自身も、うん、やっぱり、まあ、貧困やね、はい、それから孤独っていうね、うん、そういう家庭の場合もあるわけですから、はい、やっぱりそういう人たちの相談ケアができるような、うん、仕組みを作るとか、うん、やっぱり対策はもっともっと総合的な対策が必要ですかね。必要ですよね、うん、そうですか、はい、まあ、本当にぜひそれは進めていただきたいと思います、はい、で、他にもいろいろね話を本当は聞きたいんですけど、うん、いっぱい質問されてるんでその中で選ばないとなかなかね難しいんですが、はい、なんか新しい、事実が見つかったということでは、この岸井記念体育館、体育会館、この時にはフラッシュがバシバシッと飛びましたね。あ、そうなんですか。え、そうですね、今日、今日、え、これ写真撮ったらダメなんじゃないかって。あ、報道はいいんだ、そうですね、はあ、そう、うん、何、これは何が見つかったんでしょう。これはですね、はい、実は私たちもこの間、はい、いろいろ予算委員会やなんかでも、はいはい、それから第1回定例議会でも取り上げてきたんですけど、はい、じゃーん、森会長が、はい、
ですね、なんか黒塗りにいっぱいになってますけどね。そうですね、平成24年2012年の7月3日に、はい、衆議院の第二議員会館、はい、森元首相のですね、はい、控え室、はい、東京都の副知事と、はい、森さんが会ってお話をしてるわけです。あ、でそこで、はい、日本大教会というところの本部ビルが今代々木にあるんですけれども、はいはい、これをまあ本当に私たち日本大教会の建物が、まあ、確かに古くって建て替えたいという思いを、はいはい、抱いてらっしゃることはよくわかるんですね、はい、お話も聞きに来ましたし、はい、で場で建て替えたいと最初は思ってたわけですよ、はい、ところがやっぱり建て替えるのはあそこは難しいと。うん、でじゃあどっか移転できたらいいなっていうふうに思ったんでしょうね。はい、で森さんが、うん、この土地のことを言い出して、はいはい、岸記念会館の土地も、はい、都に買ってもらうとすっきりしていいなと、僕はそういう意見だよっていうふうに言って、うん、どうぞ進めてくださいっていうのが書いてあるんです。なんかまた出たって感じですね。だっても森さんって関係森さんは、はい、まあ、確かに日体協の、はい、元じゃない顧問なんですよね。あ、だからそういう意味では、はい、関わってはあ日体協には関わってる。そう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 、はい、だけど都の人じゃないでしょ。都の人じゃない、国会議員。国会あもも国会議員、ね、そうです、国会議員は国会議員、国会議員なんだけど都の人じゃないから、うん、国の行政として何かやるのはね、また別の話でやるかもしれないけど、わざわざ都の人たちがなぜそこに行ったのかがよく分かんないんですけど。そうなんです、だって都のことなんだから、うん、都の人に会うんだったらまだ分かるんだけど、うん、なんで森元首相なのっていう。ところがね、はい、私が今日も言ったんですけど、はい、森さんだけじゃなかったと。森さんだけじゃないんですか。自民党の例の東京の都議会のドンと言われた内田茂さんにも会ってたわけですよ。あ、でところがその内田茂さんは、はい、当時は、はい、都連の顧問だけど都議会議員落ちてたんですよね。あれ、都連の顧問ってそんなに偉いってこと？で、自民党の顧問ですからね。あ、自民党の顧問、うん、都連の議員じゃない。そうそう、議員じゃない、議員でもないし、まあなんかとか幹事長とか、うん、ね、副幹事長とかそんなんでもないのに、会いに行った。それで、でも都の人って何、自民党の役員だったら会いに行く、修正とかの何そういうの普通なんですかね。だからね、はい、だって議員じゃないんでしょ。議員じゃないで、しかも、はい、都議じゃないんだよね。都議じゃない時に、はい、都議会の自民党の控え室で会ってるんですよ、はい、それで、はい、その後別の都議会議員の方は、はい、ドンに会った後に、うん、別の都議会議員の方にも会ってるんですが、あ、都議じゃなかった、その時落ちてる、あ、またその時落ちてる人、落ちてる方と、はい、のとこにも行ってる。なんか落ちてる人に会いに行くのが趣味なんですかね。それで、今評判の悪い萩生田の名前も、ね、萩生田さんもそうなんです。え、萩生田さんは今会いに行ってんの、うん、萩生田さんは落ちなかった。落ちてたんですよ。え、その時落ちてたんですよ。衆議院議員浪人中ですね。浪人中です。都の、役人の方は皆さん、落ちてる人に会いに行くのが趣味ですか。まず、森本首相は落ちてないです。落ちてないですね。森本首相は違うけど、うん、都議会のドンと呼ばれた内田氏、うん、あと萩生田さん落ちてた、うん、萩生田さんも落ちてた、うん、でもう一人誰でしたっけ。あともう一人の方は、はい、やっぱり自民党の政治家の方は落ちてた、はいはい、であと当時の元都議、元都議、はいはいはい、今は都議ですけれども、はい、その当時は落ちてた、はい、あと萩生田さん、はい、落ちてた自民党の、うん、この人たちに何しに行くの、このなんか都の役員の人は。だから面会をして、はいはい、そのこの日本大教会の岸記念大会館という会館を
移転させることについての話をしてるんですよね、うん、事前に議会でも話し合ってないことを。だって議会の話し合ってないのにこの人たちに話し合いに行く意味が分かんないんですけど、だって事前に話しにしに行くって、うん、あの事前になんか話していい話なんですかね。よくないと思うんですけどね、普通ね、はい、協力者には事前に話すの問題ないって言ってる。いやだって協力をするかどうかは分からないわけじゃないですか、普通。だって絶対協力するかどうかってね、どうやって判断するんだって話ですよね。だけど落ちてる議員のところに行くって、会いに行くっていうのは普通は考えられないですよね。どんだけなんかこう癒着してんだとしか思えないんですけど。そうですよね、うん、で小池さんはこの間ずっと、はい、まあ、東京大改革で、はい、そういうね、ドンとか、はい、いわゆる都議会のドンとか、はい、が、はい、まあ、都政を動かす牛耳ってるみたいなのよくないと、うん、はい、言ってましたね。その幹部がね、はいはい、そういう人と癒着してブラックボックスで進めてるのよくないと、で透明化だとか言ってたんですね。それを、ね、それで選挙に勝って、そうそうそう、自民党蹴落としましたからね。自民党蹴落としたのにね、うん、それでそんなのに、はい、この問題を、はい、これこそね、うん、やっぱり特定の政治家、うん、政党にあって、で時でもない人に ね、 当時はね、民主党政権だったんですよ。あ、民主党政権、あ、民主党には言民主党政権というか東京都議、いやいや、都議会じゃなくて、あ、国会が、国政がね、うん、なんで民主党政権なのに民主党には行かないんですか、うん、で自民党の、はい、そういう政治家に、はい、まあ、水面下で、はい、いろいろお話をされてたわけですよね。私たちは、はい、そういうやり方はおかしいでしょうと、はい、でブラックボックスを作ってるでしょうと、うん、で私たちが情報開示を請求して最初におかしいなと思ったのは、はい、オリンピックのために使うって言ってたんだけど、うん、本当にその土地がオリンピックで必要なのかなと、立候補ファイルっていうのがあるんですけど、うんうんうん、はい、そこには何も書いてないんですよ、必要だって、そこの土地がね、うん、で立候補ファイルには、はい、こう一定の図面が書いてあって、うんうん、はい、こことここを使いますよって書いたんだけど、そこ書いてなかったの。え、何に使うかもよく分かんなかったところですか、最初から。そう、それで、はい、あれなんで買うのに何使うのってオリパラ局に聞いたら、はい、いや今検討中ですって、うん、で、え、使うから買うんでしょ。そうですね、使うから買うんですよね。だって使わないのに買う意味がないですよね。使うんです、はい、使うんですけど何に使うか検討中です。決まってない、おかしいですよね。でしょ、はい、それでこれおかしいと、うんうん、なんでこういう風になったのかなと、うん、いうんで情報開示請求をしたわけです。したら、はい、したら最初はね、うん、私たちはなんでこうなったのかなと思って、はい、日本体育協会に行って聞き取りをしたり、はい、組織委員会に聞いたり、はいはい、オリパラ局に聞いたり、はい、いろいろしてたら、うん、なんかどうもおかしいなと、うんうん、誰も望んでないのに、うん、どうもなんか買ってる感じになってる、なんでかなと、こんな買う意味あったのみたいなね。 それでオリパラ局も要請したのが2015年だったかな、はい、12月、はい、で日体協も最初私たちが会いに行ったら、はい、2015年からに、うん、こういうお話がありましたって言って、うんうんうん、あれおかしいな、情報開示請求したら2012年からあるじゃんって、2012年から話がどんどん自民党の政治家と進んでんじゃんっていうのが分かってきたんですよね。あ、それで、はい、まあ水面下で実は動いてたんだなと、動いてた。でオリンピックが、まあ、ある意味口実になってて、しかもあれですよね、これ金額もなんか高いんですよね、なんかね、94億ですね、はい、なんか普通ね、そこで買うお金もそんな金額しなかったみたいな話をありましたよ、そんなことも、うん、あのね、まあその土地の94億の購入費がどうかっていうのはちょっと私たちもいろいろ調べてはいるんですけど、はい、あの今こうそれが高いとか安いとかはちょっと言えないんですけどね、うん、はい、断言できないんですけど、はい、まあそういうなんていうの、不透明な中で動いてるっていうことがやっぱり一番問題だと思ってるんですね、うんうんうん、
透明の中でこうやって、ね、黒塗りですもん ね、そうなんでこんなに黒塗りするんですかね。だって、ね、出しちゃいけないものがそんなに書いてあるんですかね。ねえ、2012年には、はい、もう自民党の方とお会いした時には、はい、まあ黒塗りでちょっとよくわかんないですけど、はい、この問題は早めにけじめをつけた方がいいというふうに、はい、その自民党の方がおっしゃってるわけです、ね。はあ、その時議員じゃなかったですよね、うんうん、だからかなり前から議員でなかった人が多いのになんでそうなるのか、かなり前から本当に分かんないよね。かなり前から動いてたと。それで、はい、実を言うと、はい、オリンピックが、はい、まあね、もし来なかったらじゃあどうすんのと、うんうん、いうふうに森さん心配してたんですよ、うん、もし来なかったら心配、だってまだ2012年は前だからね、前だから、どうすんのって東京都が心配したら、はい、心配だよって言ったら大丈夫ですと、誰が、東京都が言ってるんですよ。うーん、いろいろ理由はつけられますからって。何に移転をするための、ああ、オリンピックなくてもなんとかなりますよみたいなこと言ってるってこと。ああ、ひどいね。そういう、だってオリンピックをやるためにそこが必要だから買う話になって、それでお金が出せましたみたいな話なんでしょ。そう、基本は。なのに、だけど実はそのオリンピックは口実だったっていうことは私たちが、まあね、あの明らかにしたわけですよ。はあはあ、オリンピックじゃなかったんだ、うんうん、だってオリパラ局を頭越しに都市整備が、だって知らないんですもんね。そう知らない、いやだからそう、前に大山さんに聞いた時もそう思ったんですけど、うん、知らないのになんか判断できるわけがないんだよね、うん、知らないのにいりますとか言うわけないよね。そうオリパラ局が初めて存在を知ったのが今年の1月、はい、そうなんですよ、うん、あの予算特別議会の時ですね。そうです、前ですね、前、うんうん、にその文書が分かったのが、うんうんうん、知ったのはっていうことですね、うん、だからもう本当にそういう意味では一部の政治家と東京都の一部の幹部が、まあ、ねじ曲げられてるってことですよね。そう、一部の幹部が動いてねじ曲げられたと。いや本当にそこがね、最初から必要なんだって言ってやってるんだったらまだわかる。そうなの。誰も必要でないって言ってるっぽいのに、よくよく聞いてみると誰かがこう関与して、まあ、いい年だから進めてくださいみたいなね、うん、そうなの。そう、あの森本首相が言ったり、うん、森本首相が言ったかどうかは分かんないけど、そんなようなことを言ったんじゃないかなと思われるような、そういう動きがいっぱいあると。あ、言ってるのかな、森本首相、都に買ってもらうとすっきりしていい、僕はそういう意見だっていうのを、今日代表質問で聞かれて、ね、はいはい、あ、それは、ま、問題ないですね。それに対しては、はい、否定がなかった、否定しなかったんですね、うん、あ、発言については否定されなかった。事実ですかと私が聞いたら、はい、なんていう言い方だっけ、事実ですねって書いてますね、うん、はい、事実ですねって私が聞いたんですよ。聞いたら、はい、そしたら事実のようである、あ、まあまあ、 あの基本否定はしないってことですね。そう都に買ってもらうとすっきりしていい、僕はそういう意見だ、うん、うん、それ聞いてるわけですよね。それだって十分忖度っていうかね、その話聞いてんじゃないかって話、うん、その通りやってるんですからね、うん、違う形でね、なんか進めちゃいましたっていうことになってるんだったら、あ、その通りに進めてませんねって話になると思いますけど。そうなんですよ。でね、ちゃんとさ、本当にね、日本体育協会の移転が必要で、はい、ここにみんなが、例えばそのクラスター構想で、ね、そのここに必要なんだと、はい、だから移転するんだと、はい、いう説明が最初からあるんだったら、やましいことがなきゃ普通は説明するわけですよね、うん、議会に。で、私たちにも必要なんですよと、うん、だから移転するんですよ。そうですね、ちゃんと説明すればいいですよね。なんで説明しない、ね、説明しないで、で、しかもオリンピックを使って利用してんですよね。そうそう、利用して口実にして移転をオリンピックのために必要なんだって言ってるわけ、うん、オリンピックでは必要ないのにオリンピックで必要なんだみたいなことを言って、うん、物事を進めたってことですよね。だから嘘とごまかしでね、うん、どっかじゃないけど、うん、嘘とごまかしでこうやってことを進めるっていうのはね、うん、やっぱり私おかしいと思うんですよね、うん、こんなことを許しちゃやっぱりブラックボックスなくせないですよ。もう黒塗りだしね、うんブラックボックスだしね、うん、情報公開は
都政大改革の一丁目一番地で、いやまあでも一丁目一番地の人たちになんかだってほらそのね都民ファーストのね人たち自体があんまり喋っちゃいけないとかなんとかっていうのがあったりとかですねあのそれを聞いた段階でどこが都民に向いてんだって私はだいぶ思ったんでもうその段階で全然信用は私はないんですけど。ただそれにしてもあんでそんだけ透明だとかブラックボックスだとかねあのどんなんかダメなんだみたいなことでねそのやってきてるはずの人たちまあね小池都知事とかも含めてですけどのはずがねそういうことを変えられないっていうんじゃね何のためにこうねあの議席をねそのそれに期待して投票した人にねどう言い訳するんだという気はしますよね。だからね私たちはもうぜひねこれだけ資料が揃っててあの明らかにオリンピックは口実に使われているわけなんだから、うん、やっぱりきちんとね調査をして、うん、そのブラックボックスをなくさせるようにね知事に頑張ってもらいたいと、うん、いうことで変なねそうですね、うん、そう変な牛耳り方をしてもらいたくないですよね、うんうん、結局同じように、うんそういうなんていうの、自分たちでもまた作ってるわけですよねブラックボックスをね認めちゃってんだからね。だからなんとかで知事がね、はい、ご自身の答弁の中で、はい、職員に改革のマインドが根付いてきたって言ったんだよ。言ってましたね、うん、え、どこに？え、誰に？職員に。いやいや、そんなの、あの自分の中に改革マウンドが、ね、失われてんじゃねえかっていうのをまず問いただしてもらいたいですよね、自分自身をね。あ、そういう風に言えばよかったね。ね、うん、そう、ちょっと思ったよね。再質問でね。ね、うん、ね、都の職員になんかそんなこと言ってる場合じゃないでしょうっていうね、気がしますよね。確かに文書開示請求に前向きにはなってるようです、職員は。職員は、あ、そう、ね、開示してくれるようになって、前よりは前よりはね、あ、そう、クロノリーでは出すけど、あ、これも、はい、もう質問を私たちが言って、うん、なかなか出てこなかった、出てきた、出てきた、あ、出てきたこと自体はいいですね。そう、え、諦めてきたんですね、塚谷さん、こん負けしてきたみたいな。共産、まあ、党の人もなんかしつこいし、しょうがないなってちょっと出しとこうかなみたいな。開示請求ばっかりされて出したら出したらいっぱい追及されるのにね。でもよく出してきてるよね、出してきたってことだね。まあそうですね、まあ、それはね、そのこと自体はいいですよね、うん、まあ開拓マインド、はい、そうそう、で根付いてきたっておっしゃったけど、はい、でもこうやってね、都市整備のね、はい、もうごく一部の幹部がこうやってやってきたでしょうと、うんうん、これはダメなんじゃないのと、是正するのがあなたの公約ではないんですかと、うんうん、いうふうに言ったんだけど、うん、ちょっとね、いやいや本当に改革マインドが失われてるのは小池都知事の方だと思いますよっていう言ってくださいもん本当にって感じで、そうですね、だから職員が前向きなのに あなたがやってないじゃないですかって、あなたがやるべきことでしょっていう、そうですよね。都民ファーストだってさ、こんな事実が分かってんのに一言も言わないっていうのはね、ちょっと何なんだろうと思っちゃうよ。選挙で公約したわけですからね、皆さんも、うんうん、私たちもやっぱり透明化ってことは言ってましたから、うんうんうん、やっぱり努力してね、うん、情報開示請求して、はい、そういう海は出そうと、はい、必死になって、あの都の職員もうな、勘弁してくださいよって言われてね、それでも情報公開請求しつこくやってもう勘弁してくださいよって言われてんだ大変だな、ね、確かにね、でもあれですよね、大変だなは大変ですけど、あの今回のね、なんか、話を聞いた時に最初に聞いた話では、あの何でしたっけ、この質問も昨日というか今日朝午前様3時までなんか作られてたって、ね、うん、そんなに仕事してるんですか。そうですね、それもうこういう大丈夫ですか。大丈夫じゃない大丈夫じゃない大丈夫じゃないけど、でもあれでしょうね、うん、だから畔上さんとそのチームでやってるんですよね、うん、これね、そうです、あのみんなでやってます、あ、みんなっていうか、まあね、最終的にはだんだんこう、はいはい、まあ、人も限られてくるけど、だんだんでも事務局の人たちとか一緒にやってるんですよね、うん、そうです、はい、だから、うん、ね、こっちもね頑張ってますからね、うん、それだけね、うん、
これに臨んで、そうそう、ね、だからちゃんと答えてもらいたいよね。そうですね、しっかりとね、はい、うん、そう、またあの、はい、そういう意味では、はい、本当にこうなんて言うんだろう、都民の皆さんにとってはね、大事な税金ですからね、うん、やっぱり都民がおかしいなって思うことについては、うん、やっぱり議会がねチェック機能の役割を果たすっていうのは、うん、当然ですね、そう思います、うんうん、でそれがちゃんと果たされるのが当たり前だと思うし、そうそうそう、それに対してね、うん、都の側というか都知事もねそうだし、都民や区民の人たちも、ね、うん、ちゃんと答えてもらいたいね、うん、だからね、都の職員の人たちもそういうふうに私たちが情報開示請求とかいろいろしても、まあ前はなかなか延長延長っていう感じで出さなかったものがこうやって出してきてくれたり、うん、まあ、そういう部分ではね、うん、あの協力的になってきた、うん、変わってはあの来たなっていうふうには思うけど、うん、でもやっぱりねまだまだ、うん、まだまだ東京の場合は大きいですからね、組織も大きいし、うん、財政規模が、ね、そうなんですよね、だって億単位だからさ、そう、私も最初都議になった時困った、いつも一人当たりいくらかなと電卓叩いて、あれはもともと区議ですよね、そうそうそう、だから計算がね一人当たりいくらかっていうふうに割り返して割り返して考えないと、だからさっきみたいに選手村もだいたい一部屋当たりいくらぐらいの内装工事になるか、445億なんて言われたって、はい、計算がね簡単にできないですよね、 それが妥当かどうかって言ってもね、そうそうそう、分かりにくいですもんね、だって401億円って見たことないしね、こう段ボール一つらしいですけど、はあ、はい、あの触ったことないし、はい、私見たことあります。あ、すごい。見たことはあります。見たことはあります。見たことありますけど、見たことあるぐらいですけど、ね、自分のもんじゃないです。残念ながらね。やっぱり445億って自分で言っても、はい、自分自身が感覚が分かんないわけですよね。はっきり言って。はあ、それから1兆円なんて言ったって。ピンと もう遠いです、ね、だってもう私もあの何1300億か130億になったのを何回も言ってると1300万だったっけ1300円だったっけとかと思っちゃう、そうそうそう、もうだんだん計算できなくなる、うん、だからねやっぱりそういう意味では本当にあの規模の大きい、いやでも本当にね、なんかあの都民として思うのは、ちゃんとやってもらいたいんですよ、そうですね、まっとうに政治を、うん、だから本当にお金がね、かかるもの、うん、に対してお金がかかるのは仕方がないと、うん、で、あの、やっぱり、いろいろね、維持しないといけない建物もあるし、うん、生活もあるし、うん、そういう人たちにちゃんと行き届くようにやってもらいたいと思うけど、うん、お金がかかるものに対してお金がかかるのはしょうがないじゃないですか。うん、だけど、不要なものをね、作るとか、不要なものを買うとか、しかも、あのね、高い金額でわざわざ買うとかですね。うん、であの安い金額でわざわざ売るとかですね、うん、でそういうのやめてもらいたいんですよね、それからプロセスが不透明とかですね、そうですね、ねじ曲げてね、ねじ曲げ誰かの意向でとかね、うん、もうなんかフィクサーが出てきたらね、うん、黒幕の人がこうね一存で決めちゃうみたいな、それ議会でも政治でも何でもないでしょうって話だよね、そうですよね、本当にそうですよね、おっしゃる通り、何のためにねその議会はあるんだとか思うし、うんうん、何のためにねこうそういうこう議論をしてんだって話だと思うんで、やっぱりそこを本当にちゃんとやってもらえたの、みんなそう思ってると思いますよ、うんうん、そうですよね、うんうん、だから本当にあの一番最初の市場のね、はい、問題にしてもね、うん、やっぱりなんでこうなっちゃったのっていうね、うん、あの誰もが望んでないところに、うん、なんで行くようになっちゃったんだろうってそもそも、うん、っていうようなこととかも、うん、きちんとやっぱりあの議会でね明らかにしていかなくちゃいけないし、うんうん、それで6000億もね使うってどういうこと思いますよね、豊洲でね、うん、6000億それも6000円じゃないよね6000億6000億6000億見たことないです見たことある人見たことある人いないと思いますよ、ね、いない造幣局とかそういうことじゃない確かにね6000億ね、そうですか、はい、もうちょっと本当に、まあ、あのね、他のそのね政党も頑張ってもらいたいんですけど、ね、まあまずはね、はい、あのまあ率先してね、はい、まあ、共産党さんには頑張っていただきたいと本当に思ってるんで、まあ、なんとか真っ当な、ね、形で政治が行われるようにね、うん、そうですね、
今後もねその追求の手を緩めずやっていただければと思います、はい、今日はい、いろいろお聞きしてきましたけど和田さんは何かありますか、はい、また経済公安委員会が今週あるということ で、ね、市場問題も扱う大変そうですが聞きに来ようかなと思います。そうか、そうか、そうか、はい、まだ畔上さんが立たれる大変ですね。これから準備ですね。もうね、今日も朝3時までみたいなのに今日またこれからですか、はい、これあの今日はね、はい、私はね、はい、あの3時までやってくれた人は、ね、あの他の議員がやってくれました、ね、私が今日ヘロヘロになって喋れなくなったら悪い、困るからまあでも分担でやってるわけでしょ、ね、それでね、あのね、なんか内容も見て、それでなんかあの自分でね、あの喋りやすいように変えたりみたいなことをおっしゃってたから、うん、だからそれもやってらっしゃるわけでね、大変大変ですよねみんなそんなにね、あのなんだろう、その議員って楽だと思う、そうそう、思ってない、分かってないからね知らないからね、だからこんなにいろんなところにね、うん、聞きに行って、うん、話をされて、うん、で最終的にこう、うん、何がね本当に必要なのかとか、うん、大事なのかっていうことを判断して、それ質問したり、うん、でそれでこうなんていうかな、もうまあ割と言えばまどろっこしいこといっぱいやってるっていう気がするんですけど、うん、まあ、それでもすごく大切なことやってらっしゃって、うん、でもそこがね、なかなかね、わかんない、見えない、うん、まあ、確かにね、うん、そうですよね。だってそんなんね、あの、なんだろう、3時までやってるとかね、うん、誰も思わないの、うん、知らないの、うん、まさかまあちょっと本当体に気をつけていただきたいね。そうですね、ありがとうございます、ね、だから、うん、そう本当にあの皆さん体に気をつけていただいて、はい、お互いにね、あ、お互いにね、お互いね、今日もね、お互いね、本当にお仕事もあって、ああ、まあそう、そうですね、はい、もう、はい、あの畔上さんのねお話が聞けるということなので頑張ってきてますんで、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、またあの今後もね、あのまあ代表質問ね、今日も本当はもっといっぱいいろいろあったんですけど、その聞いてる時間がね、あのそんなに限られてるんで、またあの、また別の機会にね、はい、あのお話聞かせていただければと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、それでは今日のお話はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、畔上美也子さんのお話、聞いていただきましたということで、やっぱり本当にね、まあ、いろんな興味深い、黒塗りのね、書類とかを、やっぱり実際にそれで出してくるねんなっていうね、まあ、そういうのを思ったりとか、やっぱりね、その五輪っていうね、オリンピックをめぐって、そのオリンピックのどさくさに、なんか何もかもやってしまおうみたいなね、うまいことをやってしまおうみたいな、なんかそういうのを僕は個人的に感じましたね。うん、それによって誰が、損するのかっていうと、やっぱりその都民だったりですね、国民なんじゃないのかなということでね、まあこれはやっぱその共産党がきちんと、まあ共産党だけじゃないですけど、議会がきちんとチェックして、本当に正しくお金が使われているのかということをね、やっぱその都民、国民もですね、関心を持って、見ていかないと、一部の人たちの好き勝手にやられてしまうっていうかね、知らない間にっていうのが思いましたね。まあ、やっぱその後は児童虐待の問題、これもね、本当その、なんていうんですかね、ただ親が悪いとか、ある児童福祉、施設、児童相談所ですかね。まあ、それだけ叩いてたら済むっていう問題でもないなと。やっぱりそれは、やっぱ行政、もですね、関わって、きちんと対策をしてもらわないと、根本的に解決しないなっていうのは、思いましたけどね。まあ、本当に、まあ、いろいろありがとうございますということで、これからもちょっと東京都議会、ちょっと見ていきたいなと思いましたということで。チャンネル登録よろしくね。